いた。ちょっと触っただけでこんな雷でも撃たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか、毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ、シオン・アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は。なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて、だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ、来てるものを別とすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ、目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光る。精霊術も使えない石突きが、偉そうに。俺たちは石突きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あの愚か、お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて、俺たちは必ずお前らレナを。レナズ。確かに俺たちダナは精霊術を使えない。が、お前のその茨も、ここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは、全く大した能力だぜ。違う。こんな呪いが、私の能力のものか。呪い。まあいい。いずれにせよ、お前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ。ここも嗅ぎつけられた。手はず通り脱出だ。急め。彼女も撃つせ。抵抗するようなら、長い棒か槍を使え。わかった。おい、鉄仮面、出ろ。悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎える。無駄死にするなよ。ほら、早く。妙な真似はするなよ。繰り広げられていたのか。止まれ。なんだ、ダナか。おい、ここにレナ人がいたはずだ。今どこに。それはさっさと答えろ。お前もハントの一味なのだろうか。答えるとでも思ってるのか。なんだこの石突き。エナの装甲兵に挑む気か。やってやる。
レナの装甲兵相手に。やるぞ。絶対に生き延びてみせる。さあ行くぞ。したが、反逆者ジオン・ビメル・アイメリス大もツールド・ビエゾ閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来て何を考えてるの？装甲兵相手に。うるさい。今のうちにさっさと逃げればいいだろう。ドリロドレ、我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。私の判断は動く。くれぐれも邪魔にならないように。こっちは不慣れだ。なぜ私を助けたの？ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃないってだけで。何？以前にどこかで会ったことはないか？あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか。だよな。俺は自分の過去を覚えていないんだ。顔もこのありさまで何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああそうだよ。だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ、痛みも顔も記憶もない。自分が奴隷だってこと以外俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの？鉄仮面。俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。本当の名前があるってことを忘れないようにって。そう。今度はどこに行く気だ？外よ。気を引き締めていくわよ。その仮面ちゃんと見えてるんでしょうね。当たり前だ。出なきゃどうして転ばずに済んでると思うんだ。何なのそれは。ダナのものとも思えないけど。知るもんか。昔のことは思い出せないし、気がついた時にはつけていたんだ。俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし、かゆい時に顔をかけないのも最悪だ。そんなことより、その姿で今まで生きてこれたことが驚きだわ。目を引かないはずないのに。ダナの仲間で気にするやつはほとんどいない。するだけ無意味なんだ、俺たちの境遇じゃな。装甲兵は怪しまれなかったの？確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃいない。虫の居所が悪かったり怒らせたりしたら命取りだ。だが目立たないようにしていれば大抵は無視される。正直やる気がないように見えることもある。仲間が言うには、むやみに奴隷を殺してそれで作業が遅れれば結局自分たちが怒られることになるからじゃないかって話だ。その辺は
あんたの方が詳しいんじゃないのか。私はスルドの部下ではないわ。ただそうね、300年間変化のない支配の下で兵士も産んでいるのかもしれない。その意味ではこの騒ぎは彼らにとっていい刺激でしょうね。退屈しのぎで殺されてたまるか。生き延びたようだな。逃げたと聞いて待っていたが、鉄火マンと一緒とはな。お互いまだ装甲兵に捕まるわけにはいかん身だ。ついてくるなら手間が省ける。あんたの仲間はこの先にいる。俺たちも行くぞ。動くな、反逆者ども。隠れが一つ襲うのにこれだけの戦力を差し向けるとは。裏切り者を捕らえろ。他は皆殺しだ。込んでいたのか。もういい。あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃！大丈夫か？その手。ああ、痛みを感じない体で助かった。痛みがない？おい、そうなのか。動かないで。これが私の精霊術よ。使い手をも焼く炎の剣とそれを癒す治癒の術。痛みを感じない男と触れると痛い女か。ありがとう、シオン。さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな、一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ。あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。
あの炎の剣の力、鋭に匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか？何の話？傷だ。敵の攻撃がまともに当たっただろう。それにあの炎。当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。多分精霊力が形を成す過程だったから。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか？そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て、改めて実感したというだけ。皮肉なものね。触れたもの全てに痛みをもたらす私が、同じ痛みをもたらす剣を使うことができないなんて。自分も痛みを感じなければって思うのか？気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中で、あの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば自分がどうなってもいいっていうのか？知ったような口聞かないで。俺にはわからない。そんな、自分で自分を捨て駒扱いみたいにするなんて、奴隷が強いられてきたことを望んでするなんて。